こんにちは、さくゆです。本日はですね、今日ね、日曜日ってことで、チャレンジライブのね、報酬、チャレンジスタンプが受け取れる日ということで、これちょっとね、俺なりのね、おすすめのアイテムをちょっと紹介しようかなと思います。まず第1位なんですけど、3人います。この中で。3人第1位がいます。もう速攻1位から発表するから、俺3位とかグダグダしたのやんないから。まず一番いいやつ、クリスタル。と、右の、魔法の布と、練習用スコア、これが俺の中でおすすめですね。まあ、とりあえず2位も言おうか。まず、2位は、種ですね。こちら種、何の種か忘れたけど、とりあえず種種、ジェムですね。この2つ、種ジェムが、2位ですね。いや、種が2位で3位がジェムです。で4位がちょっと待ってね、考えてなかった。4位が、右下のお金ですね。で5位が左下の布ですね。で最後がミュージックカードですね。まあミュージックカードはみんなご存知の通り500個ぐらい配られたんですよねもっとね優先順位高かったんだけど低くなっちゃったんだよね。そういっぱい配られすぎて、なんか調整の関係でね、嬉しいことなんだけど。とりあえず1位のやつだけ説明話します。まずね、クリスタルがないとガチャ引けません。モチベーションが上がりません。なんでクリスタル選んでください。はいもうとりあえず俺の思考はこれね、ゲームで楽しみたいんだったらクリスタル選ぶのがいいよねっていう。で布にした理由なんですけど、1位を布にした理由なんですけど、こちらはそうですね、やっぱりね、着せ替えとかってね、楽しくなるんですよ。自分の好きなキャラクターにね、衣装着させたりする。そしてね、キャラランクとかもね、これ上げることによって上がるから、すごいいいんですよ。すごいいいんで、しかもね、何個あっても、無駄にならないのよ。だから、これは本当おすすめですね。で、練習用スコアなんですけど、こちらもね、今結構俺、プロセカ長い、時間やっててずっとね、リリース当初からずっとやってるんだけど、未だにねこの練習スコアが必要なんですよね。なんでこちらもね、なかなか無駄にはならないんじゃないかなと思います。なんでおすすめですね。ただね、個人的にねこの種もねなかなか良くて、これねめっちゃお得なんですよすっごいお得なの。これ1万5000ポイント払ってようやく、1万ポイント払ってようやくゲットできる量なんですよね。で、この糸に関しては1万5000、いるんですけど、でも糸に関してはね、もうすぐに15個とか貯まるんで、あと消費量も少ないってことで、もう有り余ってるんですよね、俺。なんで、これは無駄になりやすいっていうことで、まあ、種もおすすめ。だけど、まあ、基本的には、クリスタルと布と、スコアがおすすめですね。っていう感じのガチ解説でした。ありがとうございました。俺はクリスタル選びたいと思う。いや、待て。ちょっと待って。いや、クリスタルね。いや、ちょっと待ってね。最近思ったんすよ。いや、これね、前の動画でも俺言ったんだけど、クリスタル100個ってガチャ回せないんすよ。そう、ガチャ回せないのよ。3週間クリスタルもらい続けて、ようやく1回ガチャ引けるぐらいしかもらえないわけよ。いや、だからさ、結構その、お得感で言うと、ないんですよね。ゲットできないものではあるんだけど。いや、ちょっと待って。やばいかもしんない。え、迷う。すごい迷うんだけど。俺なんか、今までもうクリスタル一択でしょ持ってたけど、待って、これやばいかもしんない。え、すごい迷う。どうしよう。ずっと迷ってるのでいいのにって言いそうになるんだけど、何言ってんだ俺。待って、これさ、エナなんか可愛い、後ろのエナなんかちょっと見つめてくるの、ひょっこりはんしてるの可愛いんだけど、まあ、とりあえずホイール置いといてさ、いやー、どうしよう。いやー、待って、これ困る。イエーイ、やばいこれいや、クリスタルは正直まああれなんですよ、お得感で言うとないんですけど、いや、ガチャ引かないとやっぱモチベーション上がんないんで、はい、クリスタル選びます。ありがとう、エナナン、クリスタルくれました。ありがとうございます。よかったー。